おい、そこの貴様、なぜ何も答えない？ふっ、間抜け面をしよって、つまらんやつだ。貴様からだと、俺たちはテレビのモニターの中にいるように見えるだろうな。モニターの中にいるのは貴様なのだよ。貴様が真の現実。自分が何を指摘されているのかすら分かっていない。まあいい。まず、俺たちがいるのはどこかということ。そうなんだ。まあ、入りは少し黙っていろ。駅から出たら中央通りを進み、末広町駅の交差点を蔵前橋通りへ左折。次の信号の一歩手前の路地を。目印は、今時、旧式のブラウン管。だが、ブラウン管工房店長で、ゆえに、今や急ピッチで都市開発が進み、しかも、幸いにもあの店長は。だが、未来ガジェット研究所は、深刻な人材不足のため。オカリン、オカリン、そこ。ラボメン、すなわち、ラボメンナンバー。オカリンって呼び方の方が可愛い。そして、コスプレが趣味の高一点。てってれー、まゆし。最後に、スーパーハカー。スーパーハカーって呼ぶなよ。そんな我々3人で構成される。詳細は、我がラボのホーム。もちろん、闇の支配権力と戦うための未来ガジェットが最優先事項だが、その研究から派生する副産物的な発明も多い。すでに我々は、某テニス漫画みたいにですね。わかり、人の煩悩の数といえ、このアットチャンネルの。それと、俺が話しているのだから、口だ。そもそもオカリン、さっきからなんで独り言喋ってんの？独り言ではない。見ては。あ、今その人。おのれ貴様、何を笑っているのか。こっちみんなって言ってやれば。通じないんじゃないかな。俺たちに話しかけられていることにすら気づいていないらしいな。その人にしてみたら、マユシーたちがゲームみたいに見えてる。そいつには現実なのかゲーム。んじゃあ、ダル君の大好きな二次元の女。それは別。あの子たちは僕。ダルの嫁の話はどうでもいい。でもさ、マユシーの言ったことって興味深いテーマじゃん。もし仮に僕たちがゲームの中の住人だとしたら、それを見極める。ないな。即答かよ。ゆえに、そのような議論は不毛。世界の支配。中二病、オツ。黙れ、スーパーハカー。俺は中二病で、ほーい。きょそういう設定っしょ。やれやれ、ダルの人とのコミュニケーション。アニメのオフ会じゃ僕がいつも場を盛り上げてるっつーの。で、オカリン、アルパカマンは反応したん？いや、全然。この愛想アルパカメンバー。ん？
どね。くっ、後で修理できるか聞きに行かなければ。消えた。マユリも見たか？見たよな？見てない。見ていないのか？だってついさっきまでここにはたくさんの人たち歩いてたかな。それに店員まで消えている。それは仕方ないと思うよ。とにかくね、最初からこの辺には誰もいなく、きっとこの暑さのせいだよ。トゥットゥルは一体なんだ。マユリ、あの人工衛星だが。うん、びっくりしたね。びっくりしただと？ドカーンってすっごい音がしたもん。あの人工衛星は落ちてきたのか？来たのかな、宇宙人さんの。そこの君たち、ここで何をやってるんだ。ここらは今立ち入り禁止だ。すぐに出て行きなさい。ごめんなさい。それより制服警官さん、仮にあなたを警官 A と名付けるが、一つ。警官 A って。今ここで数千人の通行人が一瞬。見ていない、いいから早く出ていけ。さっきから何をバカなことばかり言っているんだ。そうか、そういうことか。これも全て機関の隠蔽工作ということだな。警察にするだが、俺の目はごまかせんぞ。いつか必ず奴らの所業を暴き、その支配構造に終止符を打ってやる。
頭脳労働の後のドクターペッパーは相変わらず最高。コーラの方がよくね。オカリンは本当にこの知的飲料の良さがわからない奴は人生の5分の1を。ダル、計画は順調に推移しているか。え、計画って何ぞ。計画は計画だ。8号機の調整以外に何があるというのか。ああ、そのこと。いきなり。そろそろお前との付き合いも3年半ほどになる。高2の時はクラス別でほとんど喋んなかったじゃん。細かいことはどうでもいい。それほどの付き合いの長さなのだから、いい加減俺の会話についてこられる。それは無理。それで8号機の不調の原因究明。いや、まだ。マユシがやった状況を再現して何度も実験したけど、バナナを冷凍してみようとしたらさらにヘンテコなことになった。さっぱりわかんない。マユリ、マユリ、ここにバナナを持て。またゲルバナ作る。前から気になってたけどさ、マユシ、ゲルバナだってね。ゲルバナはゲルバナだもん。いつもいつも人ケチケチしていては機関との戦いに勝利することなどできんぞ。勝たなくてもいいよ。あのね、バナナはマユシーが買ってきてるんだ。次からは一本ずつ使うことも検討しようか。
RENG、 こちらは電話レンジ。マユシーの声聞こえてきた？少し黙れ。マユシーガイダンスが聞こえなくなる。こちらからタイマーシャープボタンを押した。例えば1、2分ならシャープ120です。綺麗なターンテーブルだろう。普段と違って逆回転してるんだぜ。それ何？逆回転？そこに重大な意味があるかもしれない。両親あるわねえよ。ないか。ないね。そうか。ゲルバナの出来上がり。ダルよ、このバナナ食べてみよう。すげえまずそうじゃん。味は関係ない。食べることに意味があるのだ。さあダルよ。いらね。ではマユリ、お前にその名誉を言う。なんかね、ゲルバナは中身がデロデロでブニュブニュだったよ。味もしないし。デロデロでブニュブニュか。ブニュブニュバナナか。ブニュブニュのマユシ、あなたのバナナブニュブニュだねって言ってみて。ダル君、ダル君、鼻血出てる。いいから言ってみてください。お願いします。あなたのバナナブニュブ。言わせるな、天皇学。ゲル状になったということは半固形、すなわち分子同士の。そうか、わかったぞ。俺たちは冷凍機能だと思い込んでいたが、実は違ったのだよ。さあお前たち、なんだってと叫ぶがいい。ここは叫ぶところだ。冷凍機能じゃないのは分かってるっつうの。問題はじゃあこの機能って何ぞ。冷凍の逆なら解。実に愚鈍な意見だな、マユリ。それでは普通の電子レンジと。じゃあどういうこと。それが分かんないから悩んでるんだ。うん。ご覧ください。秋葉原駅前のビルに謎の巨大物体が。現在警察による規制が敷かれ、ビルの前まで行くことはできませんが、遠くから見る限りでは墜落した物体は人工衛星のように見えます。
ダルはラジカンに見物に行かないの？どうせ行っても見られないっしょ。もちろんネットに上がってくる情報にはほぼ目を通してるのだぜ。アットちゃんのスレ数100超えたし、勢いすげえ。あー涼しい、生き返るぜ。電話レンジカッコ仮の件だが、俺はこそのカッコ仮ってめんどいからいい加減やめるべき。そんなことは今はどうでもいい。お得意のとんでも理論でもひらめいちゃった。何を言うか、俺はいつもこの世の真羅万象すら超越したあらゆる可能性について思考を巡らせているのだ。とんでもとか言うな。真羅万象を超越って、つまり何でもありってことじゃね。ダルよ、電話レンジカッコ仮はシュタインズゲートを開くのか。そのシュタインなんとかってところからして意味不明なわけだが、何か。いった。貴様。貴様は死んだはずだ。しかも。無傷。ちょ、痛い。離して、うん、何なの。無事だったのか。怪我は平気なのか。いや、そんなはずはない。マキタクリスは。またその話かよ。またその話と。だって一週間前にも僕にメール。俺、何よバカな。マキセ・クリスが殺されているのを見たのはほんの3時間前だぞ。ちょっと勝手に殺さないでくれますか。私ピンピンしてます。そういえばあのメール変な感じだったな。送信日時が1週間後になってた。つまり未来から来た。未来から来た。ネットで妙な考察サイトでも見たのか。誰、お前がとんでも理論を言い出すのは珍しい。違うがな。確かにメールの日付は1週間後の28、あ、そっか、28日だから今日じゃん。これは3時間前に誰に送ったメールだ。興味深いわね。ある実態がある。
やはり。オカリン、まずくね？おい。己は警察に突き出す。俺は真実を知りたいだけだ。何が真実よ、この変態。バカなの？死ぬの？ルイスちゃんの名台詞、来たこれ。俺は確かに見たのだ。まさかあんた、今私の下着を。この手の目が、そうではない。ドクター、オカリン何言ってるん？中止？そう、人工衛星の墜落で。ねえ、ちょっとあな、わ、我が名は鳳凰院。違うよ、全然。鳳凰院さん、今の話、詳しく教えてほしいんですが。マキセさん、そろそろ時間。え、あ、はい。オカリン、とりあえず僕らも行こうぜ。行くとはどういう意味だ？講義を聞きに来たんだろう。今日は講義をする方だったのか。こういうのは初めてなので緊張してますが、ガチガチなのは多めに見てください。どうぞよろしく。今回タイムマシーンをテーマに話してほしいと言われまして、正直専門。最初に結論を言ってしまうと。異議あり。タイムマシーンが作れないと決めつけるのは、そう。オカリン、無茶しやがって。まあ、はい、いいですよ。ディスカッション形式の方が話も弾むでしょうし。でもその前に、私の考えを話させてください。これまで、世界中の科学者たちがタイムトラベルについての理論を提唱してきました。主な理論だけでも11に及びます。中性子星理論、ブラックホール理論、光速理論。タキオン理論、ワームホール理論、エキゾチック物質理論。宇宙紐理論、量子重力理論、セシウムレーザー光理論。
素粒子リングレーザー理論、ディラック反粒子理論。でもそれらの場合によっては11個の中の別の理論によって。では12番目の理論が発見されたとしたらどうかな。3番目の理論によって否定されるかもしれませんね。ちなみに未来への例えば今すぐ羽田空港に移動する速さが高速に近づけば近づく。極論を言えば光と同じほどの速さで走ること。24時間その速度で走り続ければ周囲それはへりくつではないかな。では過去には行けるのかな。過去にだって今すぐ行けますよ。それもへりくつですよ。まあ今までのは前置き。例えば実際に皆さんが体ごと過去や代表的なところだと宇宙紐理論かワームホール理論かな。宇宙紐というのは超巨大な質量を持つ紐みたいな形のひび割れです。指の幅は素粒子と同じぐらいで、長さは最低でも銀河系と同じくらいと思っていただければいいです。これは巨大な質量であるがゆえに時空を歪める性質を持っているんです。その歪んだ時空を紐を中心にあなたがぐるっと、要するにワープみたいなことができるということ。これ時空の角度欠損って言います。角度欠損しているところを通過するとそこは欠損しちゃっても。これを応用して宇宙紐が高速に近い速さで運動しているとき、相対性理論により宇宙紐の時間は周囲より遅くなるから、歪んでいる角度欠損の領域を通過すると本来ゼロだった通過時間がマイナスになる。つまり通過後の方が過去で、2本の宇宙紐を使って空間欠損ジャンプを行い元の地点まで周回するように戻ってくると、ちょうどざっくり言っちゃうとそれが宇宙紐理論による。はい、ちなみに誤解しないでほしいのは宇宙紐理論は超というわけで、宇宙紐理論で過去へ行く。その1、宇宙紐。これは2つ必要です。あ、ちなみに宇宙紐って、その2、仮に宇宙紐を見つけてきたら、それを光に近い速さで運動、銀河と同じ長さのひび割れを光並みに加速させるにはどのくらいのエネルギーがいるんでしょうね。戻ってくるための宇宙船。タイムトラベルする人はこれに乗らないといけません。どうです、鳳凰院さん、宇宙紐理論でのタイムトラベル挑戦できると思いますか。法王院だったらもう一つ例に挙げたわ。ところで法王院さん、ワームホールってどんなものか知ってますか。空間に開いた抜け道ね。そうです。二
つの穴があって、それはトンネルでつながっている。だけどここで残念なお知らせ、ワームホールのトンネルは超重力がかかっていて、だからかかる重力を無効化するためにいわゆるエキゾチック物質、これはマイナスの重さを持つ物質で重力に反発するんです。こうやってむぎゅーっとグーを作って、ここを通るためには手の中に私が握ろうとする力に反発する何かを作って、むぎゅーエキゾチック物質を注入してワームホールを安定させれば瞬間移動が可能。ここでは仮にワームホールの入り口側の穴がこの秋葉原に、まず LA にある穴を光に近い速さで宇宙の果てまで飛ばしちゃってください。そして果てまで行ったらすぐに LA に引っ張り戻す。相対性理論により光の速さで動くと時間は遅く流れる。 LA に戻って、というわけでその状態で包囲さ、でもこの時点ではまだタイムトラベルをしたことにはなりません。重要なのはこの後 LA から秋葉原にもう一度、鳳凰院さんは数年前の秋葉原に戻ってくるわけです。これでタイムトラベルは完了。ワームホール理論に必要なものは宇宙紐より楽ですよ。その1、ワームホール、その2、ワームホールの穴を光並みの速さで宇宙の、その3、エキゾチック物質。ちなみにこれ実在は確認されてません。バカらしいと最初に言った理由はバカ。タイムトラベルの理論はどれ、もっと簡単なものはないんですか。例えばないですね。結局現代の物理学じゃそこが、それに仮にもっと簡単に過去へ行ける方法が発見され、因果律に関する根本的な問題が解決されていませんから。タイムパラドックス、質量保存の法則。質量保存の法則を宇宙のようなマクロレベル、あるいは原子や素粒子などのミクロレベルの仕組みに当てはめるのはあやあれは化学反応に対する法則でしかないから、無から有は生み出せますから。ではな、タイムパラドックスはタイムパラドックスでも親殺しのパラドックスの方です。そのパラドックスの解が導き出されない限り、はい、殺さなければいいんじゃない。そんな単純な問題じゃありません。 SF 映画と同じように考えるのはとても危険です。矛盾が生じることは因果律の崩壊、相対性理論の崩壊、さらにはパラドックスは理論上の思考実験に過ぎない現実だから、たとえ 0.00001% でも起きる可能性のあるどんな行動も多世界解釈や自己無矛盾の原理っていう現実もありますが、個人的にはファンタジーすぎると思うので。あかっ